弊社 DDT プロレスリングは3月20日に埼玉スーパーアリーナメインアリーナにて、ジャッジメント2017 DDT 旗揚げ20周年記念大会を開催いたします。20周年記念ということで過去最大のビッグマッチということになります。その中でですね、DDT の設立20周年と光栄テクノゲームスさんが展開していらっしゃいます渋沢公35周年のそれぞれの周年を記念した信長の野望、俺たちの戦国とコラボした記念マッチを行います。渋沢公35周年記念信長の野望、俺たちの戦国、戦国武将マッチと題した試合となります。出場選手たちはそれぞれ有名な戦国武将をテーマにした特別衣装で戦うという試合形式でございます。この信長の野望、俺たちの戦国は30年以上の歴史を持ちます信長の野望シリーズのスマホアプリの最新作となります。シリーズおなじみの本格的な戦国時代を表現した世界観はもちろんそのままに、これまでのシリーズにはなかった大人数での競争や対戦が楽しめるゲームとなっております。大会、前週の3月16日から、信長の野望俺たちの戦国の中にて今回の記念マッチをテーマとした限定キャンペーンが開催されます。本キャンペーン中にプレイヤーの敵として出場選手たちが6名がゲームの中に登場する予定でございますので、ぜひこの機会にプレイしていただきたいと思います。それでは、当日戦国武将に扮していただきます6名の選手に登場していただきたいと思います。お願いいたします。それでは各選手に当日へ対しての意気込みを聞いていきたいと思います。まずは、豊臣秀吉に扮します、高木三四郎選手をお願いいたします。豊臣秀吉と申します。DDT プロレスの高木三四郎です。本当に今回は私はですね、かつての、希望といいますか、もう昔から信長の野望というゲーム、信長のゲームで、ずっと、遊んでプレイしておりましてですね、本当に30年越しの、夢が叶った、と思っております。まあ、本当にDDT も、20周年を迎えますので、それにふさわしいプロレス界を代表する方々にそれぞれに戦国武将をやっていただいてリング上で戦うといったような、まあ、本当に夢とロマンを追いかけてたような、ね、その試合に、なればいいかなと思っております。はい、ありがとうございます。続いて織田信長に扮します井口幸太選手をお願いいたします。今回は、戦国武将マッチで、織田信長ということで、人を打ちたいと思います。ダメですよ人は打たないでください。お願いしますね。以上ですか。はい、はい、ありがとうございます。続いて、武田信玄に扮していただきます。武藤圭司選手お願いします。山梨県出身、山梨大使の、この自分が、京都の英雄武田信玄を扮することで、プロレスができることを非常に嬉しく思っております。実は1ヶ月ぐらい前からちょっと体調を崩してましてですね、武田信玄といったら影武者ということで当日は神奈月君、すいません社長お願いします。ぜひとも信玄を、先ほどですね、後から多分障害されると思うんですけど、信玄に娘がいまして松という、先ほど紹介されたら非常に可愛くてですね、本当は側室にしたいんで彼女のためにも、
当日は、新ゲームを成し得なかった天下を取りたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。ありがとうございます。続いて、上杉謙信に扮していただきます。秋山純選手、お願いいたします。はい、上杉謙信に扮します。全日本プロレス秋山純です。上杉謙信というか、分身と呼ばれていると思いますので、どうも分身の名に恥じぬよう、リミットでしっかりと戦いたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて、真田幸村に扮します。小高勇選手、お願いいたします。真田幸村を呼びます。小高勇です。お願いいたします。今回ですね、自分の大好きな真田幸村を戦して、戦うということが重要な選手であります。隣には、親方様と太鼓がおられますので、恥ずかしいところですね。頑張って、誰よりも楽しんで、いい試合をしたいと思います。よろしくお願いします。はい、続いて、柴田勝恵に扮していただきます。関本大輔選手、お願いいたします。はい、柴田勝恵をやらせていただきます。第二本プロレスリング大輔です。柴田勝恵は、勇猛果敢な武将です。自分も何事にも勇猛果敢に挑んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。先ほど武藤さんの方からありましたが、当日それぞれのチームに、姫君に扮しました女優さんについていただくことになります。お二人、どうぞ前の方へお願いいたします。はい、それでは上手の方からご紹介いたします。まず、柴田勝恵の妻、信長の妹のお市に扮していただきます。オスカープロモーションのイリア舞さんであります。一言お願いいたします。はじめまして、イリア舞です。今回このような場に選んでいただいてとても嬉しく思っています。本番がとても楽しみです。よろしくお願いします。頑張ります。はい、当日は入谷さんには関本大輔選手と一緒に入場していただくことになります。続いて、信玄の娘松姫に扮していただきます。トライストーンエンターテインメントの徳田公香さんです。徳田公香と申します。今回は私が好きなプロレスとゲームがコラボレーションするこの大舞台に立てることをすごく嬉しく思います。こちらのチームが天下を取る瞬間を見たいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは、マスコミの皆さん、何か質問などございましたらお願いいたします。はい、お願いいたします。豪華な、メンバーが揃った試合になると思うんですけども、意識する対戦相手といれば教えていただけますか。それでは高木選手からお願いいたします。そうですね、私はやはり豊臣秀吉ですので、実際には織田信長、要するに井伏コタマ、昔の、うちの団体にいた井伏コタマなんですけども、今は、主従が逆転しましてですね、織田信長の方が、井伏の方が、まあ、主になってしまったのでですね、なんとか、織田信長を倒して天下を取りたいと思っております。はい、では井口選手お願いします。はい、そうです。みんなそのキャラクターが、ついているので今回は全員楽しみですけど、やっぱり初対決の武藤さん、気になります。じゃあ武藤選手、はい、お願いします。歴史上の戦いと一緒でやっぱり、信玄といった、ね、越後とか、上杉謙信だと思います。一生懸命頑張ります。では秋山選手お願いします。まあ今武藤さんもおっしゃいましたが、やっぱり上杉謙信といえば武田信玄、川中島の戦い加え、今回は6回目で
現地でしっかり倒したいと思ってます。よろしくお願いします。では伊佐美選手お願いします。そうですね。親御様が、川中に戻らないと、おっしゃるのは、それをサポートしつつ、その中でも、やはり結果を取るためにやっぱり五段の船は臨時効果を一目に行きたいなと、意義を取りに行きたいなと思っております。じゃあ関本選手お願いします。私柴田勝恵は豊臣秀吉にやられました。なので柴田勝恵の船を晴らすために信長さんの手となり足となり戦います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。他に質問ございませんでしょうか。お願いいたします。はい、お願いいたします。今回の戦いでその衣装がすごい皆さん甲冑でがっしりしておりますが、動きには支障がなかったりするんでしょうか。じゃあ高木選手。はい、そうですね、動きはもう大丈夫です。まあでもそれだと1000回ぐらいいきますよ。はい、動きは全く問題ありません。大丈夫ですか。はい。他にはございませんでしょうか。よろしいでしょうか。はい。大丈夫ですか。なんか武藤さん。動きに自信を持っていました。ありました信玄殿。しかも、はい、しかもね、先ほど宣材写真を、ね、撮らされたんだけど、これ、はい、後ろ前の反対だ。反対ですよ。信玄殿誰も気がついてくれない。また撮り直しですよ。申し訳ございませんでした。他にはございませんでしょうか。はい、はい、お願いします。それぞれの大将が誰だとかっていうのはちょっとわからないんですけれども、それぞれの中でも武将にちなんだ、新しい技だったり合体技だったりとかっていうのを考えられているようでしたら教えてください。はい、なんか念頭にある方いらっしゃいますか。高木さんお願いします。やはり豊臣秀吉といえばですね、水攻めですので、はい、体を動かす、というようなね、勇猛な武将というよりはどちらかといえば頭を、使った、攻撃が、得意な武将だったと思いますので、まあ、水攻めもありますし、兵糧攻めもありますし、はい、いろいろと、そうですね、体を動かすこと以外の部分で苦しめたいと思います。はい、俺の場合はですね、信玄といったら風林火山、はい、俺は特に山動かざるを得ない。待ってください、ちょっと待ってください、だいぶ動く気ないじゃないですか。ことない。いやいや、それなら私は、やっぱり親方様の、はい、手つなり足つなり何でもする所存でございますので、はい、シャイニングウィザード使ってみたいなと思ってます。どうしてもこちらのチームは。いや、もう試合前からもうトリオ漫才のようになってます。いや、もうウィス、ね、謙信は義を持ってっていうことがあるんで、しっかり、その名の通りで戦いたいと思います。どうですか。どうですか。そうですね、あと10分ぐらいなんで、何か、考えたいと思います。私柴田勝恵は信長様の手となり足となり、マジないっすね、手となり足となり戦います。重鎮ですので戦います。はい、ありがとうございます。はい、他にはございませんでしょうか。はい、
戦国時代はやはり裏切りというのがやっぱりいろいろあると思うんですけど、この場で俺は裏切るぞ。失敬だと。失敬だと。はい。あるわけないだろ。はい。お前にはございませんでした。はい。GM 全般の確認なんですけれども、はい、先ほどもありました井口選手が持っている火縄銃の使用は今回は可能でしょうか。ちょっと埼玉スーパーアリーナさんとご相談ということになると思いますので、はい、消防法の問題もありますので、はい、他にはよろしく、はい、お願いいたします。すみません、滋賀藩密の水野と申します。技の話の続きなんですけれども、逆にコスチュームが普段と違うことでいつも使ってる技が使えない、効かないなとかあると思うんですね。チョップだったりとかジャーマンがしにくいとか、そこら辺の対策というのは皆さん考えられておりますでしょうか。高井さんは一切支障がないとおっしゃってましたが、その辺はどうなんでしょうか。そうですね、それに関しては私は基本的に水攻めと考えていませんので、はい、大丈夫です。当日までにみんな考えてくるのではないかなというところでございます。よろしいでしょうか。はい、それでは、撮影に参りたいと思います。選手の皆さん恐れ入りますが、ちょっと立って前の方に並んでいただけますでしょうか。イリアさんと